先生ちょっと身体検査してからね、はい、今日朝ごはん食べてきてます？はい、食べました。すごいね。めちゃくちゃ増えてるね。大丈夫？大丈夫、うん、はい。でも食べても体重ね、減ってくね。ちゃんと食べてんの？あ、うちの子見てるよ。あ、見てる、見てる先生ね、すぐ見たよ。はい、ちょっと脈も、まあね、老化がしてるからさ、申し訳ないけど、かなりの維持されるのが一番いいんだけどね。まあでも、これいつだっけ、この間が11月1日、4700、今日が4650減ってますよね。9月が4800、6月が4850、去年の12月はね、去年の11月21日は5150、そうね、春も5150あったもんね、5月が。そこから思うと筋肉がどうしても落ちてっちゃうんだよね。あ、うんちが出てきちゃいました。食べ過ぎると戻すんだよ、うんちが。この子って今何回に分けてます、ご飯何回食べてます？3回。出ちゃったね、刺激でね。ゴツゴツしてきてるからさ、今食べてるのは何でしたっけ？ここの病院のせ毒フード、消化器サポート低脂肪、低脂肪かな。それとあの動物の牛乳と一緒に混ぜてふやかして、あ、ワンちゃんの牛乳と、はい、少しだけさ、タンパク質入れましょうか。ささみとか、ささみも食べてるんだけど飽きちゃうんだって先生。あ、ね、パサパサになったらダメ。最初の出だしの綺麗な時はよく食べるけど、もうパサパサになったら食べないね。ほんとお豆腐とか、そうやって、ま、あのたくさんじゃダメですよ。あの僕らが食べれるような10分の1量ぐらいの。わかりました。じゃあちょっとなんかちょっとそういうね、タンパク質をちょっと強化して男性の仲間やってくるんだもん、うん、やっぱり人間と一緒だな。そうそう、うん、骨関節症、変形性骨関節症、変形性脊椎症になってきちゃうからさ、うん、まあでも10月9日で何歳になったのこの子19だからもう20年目に入ってるわけだからさ、すごい根本性だけ仕事行こうか、はい、ちょっとお尻こっち向けて、はい、ごめんね。だから本当にいつもさ、スーッと言ってくれた方がいいなと思うの。私のとこで変な話ね、うん、苦しむんじゃなくてスーッて。でも大丈夫、ご飯食べるし。肛門がなんかすごい大きい。ちょっとインタビューの時歯ブラシするわけじゃない。舐めるだけ。これだけ違う。口は嫌だよね。触れないもん。そうですね。よし。はい、OK。